えー、関さん、えー、メールありがとうございます、えー。入金が遅れてしまったということで、えー、メールわざわざありがとうございます。はい、これはですね、全体の、えー、動画でもちょっと作ったんですけれども、全然 OK です。ご連絡いただければ対応しますので、今回メールいただきましたんで、あの明日入金していただいてごいただけ、ご確認したら、えー、商品の方メールでお送りしますので、えー、よろしくお願いします。 であと今回ですねあの、まあ、関さんからまあ以前「えーまあ、ドリアカに興味あるよ」とかあとコピーライティングの方もまあアンケート答えていただいたりとかしてたんですけれども今回ですねあの初心者にはもう一番いいんじゃないかなと思いますはい、うん、あのやっぱり僕もいろんなお客さん見てきたんですけど やっぱり挫折すする理由がなかなななかか収益化でできないってとこなんですねで転売はそもそもその売れればすぐ側近で入ってくるんでのその中でもあのカメラっていうのが一番利益額が取れやすくてあの収益性が高いそして現実的に30万円を目指せるっていう、まあ、例えば1万円の利益出れば30個回せばもう30万なんで。もちろんその 経験積めば一発で2万とか利益も取れるるようになったりとかするのでもし2万取れるようになったら、まあ、15回転売すればもう30万なんで、まあ、現実的にやりやすいなっていう例えばその数百円とかの数百円で仕入れて1,000円とかで売っててもまあ、利益800円とかじゃないですかでそれ何個回すのっていう話でまあその仕入れし仕入れ金額はそ,そっちの方がねあの まあリスクは少ないかもしれないんですけど大変っていう部分もあってあと値崩れもあるみんな参入してくるんで,でカメラ転売の場合はですねやっぱ難しいっていうところがみんな持ってるんでカメラの知識がないとできないんじゃないかとか、うん、難しそうとか本当に売れるのかなっていうところでもうそ,そもそも精神的な参入消費が非常に高いんですね。だからライバルもほとんど増えてこないです 普通の転売に比べるとカメラ転売っていうのはライバルが増えづらいですもう精神的なその難しいっていう分かんないっていうところがあるので、はい、だからまあ覚え,覚えればあのずっと収益出せると思います小坂く君も3年間一度も売れなかったっていうことはないです、はい、これは対談でも言ってますけども、はい、で,かで小坂く君も全く初心者からカメラ転売始めてます、はい、なのでまあ 今回、えー、お金稼ぎたいということであるならばこれやっていただければいいんじゃないかなと思いますあとは信用してやっていただくかどうかっていうところだと思います信じてできるかっていう多分そこが不安だしなかなか難しいところだと思うので特典、まあの方を今回つけてますんで、まあ、そちらを活用していただければ不安は取り除けるんじゃないかなと思いますはいということでえっ、ー、と 明日、ご入金が確認できたらですね。あの商品の方はお送りしますので、ご安心いただければなと思います。はい、えー、今回、えー、お問い合わせありがとうございました。